なんかさまよいよるけど、あのおばあちゃん大丈夫？9番道路、短い味わい。本当や、超短いやん、マップ見たら。9番道路交番、戦わない、目を合わせない。まあ、それがトラブルを避けるための一番の方法。おまわりさんがじゃないか。事件がなくて退屈だね。ちょいと勝負してくれないか。しかも断らせてもくれない。おまわりさんの春樹が勝負を仕掛けてきた。なんかすごい今にも飛び出してきそうだわ。ガーディー。あ、いいねいいね。そういえば昔おったジューサーさんもガーディー連れとったよね。やっぱり優秀な警察犬なんやろうな。だがしかし、こっちは水タイプだからね。いけよ、シレーヌ、歌方のアリア。これで一撃。イエーイ。効果は抜群だ。ごめんね、ガーディー。これは事件ですぞ。なんてな。なんてなんじゃないわ。まあでも平和なのはいいことよ。おまわりさんが弱くてもいいよ。アローラは平和だからな。いや、弱くちゃダメだと思うよ。それはちょっと違うと思うよ。こっちの方にもなんか、お、読めない。この先、メモリアルヒル。さらにその奥、命の遺跡。何それ、命の遺跡って。カプテテフを祀る命の遺跡の近くで、安心して眠る。メモリアルヒルはそのために昔作られたそうですね。多分あれやろ、ハウオリ霊園とかと同じ感じやと思う。メモリアルヒル。あ、ほら、やっぱり。あ、イワンコ？くぬーん。イワンコだ。昔のアローラで偉かった人たちが眠るお墓。カプに見守ってほしかったのね。私も、その時はイワンコと同じお墓がいいな。悲しい話が。何、誰？この少年か。お、なんかいかにも戦いそうなおじさん。お墓の方向いてるけど。命の遺跡をちょっくら見物してみようかと。まあその前にも一つ。ねえ、こっちに背中向けたままだけど。ジェントルマンのスミスが勝負を仕掛けてきた。よし、やってやろうじゃないか。あ、ブラッキー。いや、かわいいよ、ブラッキー。んー、ブラッキーということは、同じくアクタイプが良かったんかな。フェアリーで。よし、アシレーヌ。チャームボイス。どうよ。ほら、効果抜群。イエーイ。ナイスなチョイスやね。なんですって？あー。一気に全て回復してしまった。あと一発だったのに。でも次の一発でとどめ。チャームボイス。あ、連続で攻撃できた。やったね。効果は抜群だ。ブラッキーはね、なんかふさふさの毛はないんやけど、なんかちょっといい感じよね。お、月光がレベル45。結構なお手前で。ありがとう。結構な金額をいただいた。ありがとう。命の遺跡を訪れるカプテンセム。活力を与えるポケモンだとされています。活力を与える。へぇ。なんか死んだ人も蘇りそうじゃない？はい、清めのお札を見つけた。そんなものを取ってきてもよろしいんだろうか、私。お墓の人ってずっと眠っているんでしょ？まあ、そりゃあね。お墓の中でずっと眠ってるよ。羨ましいとか言うんじゃないだろうね。エンジェのフミオが勝負を仕掛けてきた。さあ、君が持ってるポケモンはアプリン。おー、かわいいね、かわいいね。ということで、格闘系が良かったんやっけな。あ、そっか。ってことは、カビゴンじゃなかった。あれってことはいないのか。あ、効果抜群とかおらんのやね、うちには。なるほど。じゃあこのまんまでいいや。さあ、戦うで。ジェットパワー。
さあ行くよ。アシレーヌは Z パワーを体にまとった。全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。いけい。クリンには悪いけれども。ごめんね。恨みはないのよ、恨みは。おーし、お、レディアン。ということは、ポケモンを入れ替える。そして、ピカチュウで、いきます。さあ、来い。お、レディアンを繰り出した。さあ、ここで電気ショックだ。お、マッハパンチが先に。でも、あんなね、細い腕から出るマッハパンチとか大丈夫やろ。ポキって折れそうやもん。さあ、イケピカチュウ、電気ショック。意外と耐えるのね。まだレベルがあれってことかな。ほっぺスリスリ。ピカチュウ、ほっぺスリスリ。可愛くないこの技。絶対なんかメロメロになるよね。お、チュリネがレベル29。やったね。あー、なんだか眠いや。眠っちゃダメだよ。お墓で眠っちゃダメだよ、さすがに。眠って起きないなら、カゴの実持たせておくといいよ。カゴの実が、眠りから覚めるやつか。なるほど。お、なんかさまよいよるけど、あのおばあちゃん、大丈夫？反応がいいね。お墓にふさわしいポケモンってなんだと思い？お思い？戦ってみればわかるかしら。お墓にふさわしいポケモンって何？なんかよくわからんけど。マダムのサユリが勝負を仕掛けてきた。さあ来い。なんなんあのポケモン。なんかよくわからんポケモンなんやけど。どういう状態？なんか鼻の輪っかみたいな。ね。炎系がいいんやろうけど。とりあえず。おし、アシレーヌ戻って。いっけー、月光が。なんか鼻輪みたいな感じやんね、あれ。キュアワー。キュアワーってなんか聞いたことあるな。わー。攻撃はできます？あー、結構削られる。さあ、行け、月光が、ツバメ。これじわじわ結構来るんよね。ほら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 。20近くは削られるもんね。いけ、月光がツバメ返し。ほら、顔とかどこにあるんだか全然わからんわ。なんかすごい、ギリギリで耐えるんだな。おうおうおう。締め殺されそう。さあ、勢い月光が、辻斬り。ここに来て。ああ、全回復しやがった。しやがった。ああ、やばい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 。これはちょっと、月光が戻ろ。月光がやられそうです。ということで、ちょっとアシレーヌに戻そうか。はあ。なるほど、そういうことか。くそ。ということは、オレンの実をちょっと。はい。アシレーヌが回復したんだけど。月光がじゃない。あー、こっちでやられる。なんか実際の方の巻きつくの攻撃ではさ、全然大丈夫やのに、後からじわじわ来るのでやられるね。ダメじゃねえか。よし、それじゃあ。歌方のアリア。いけい。よし、一発。あ、そういう状態やったやね。輪っかになったんかと思いよった。やっぱりゴーストタイプ？意外性も欲しいのよね。意外性で言ったら誰やろうね。わからん、全然。アーカラのお墓は古くからのお墓。そう、観光地なのね。で、なんかこっちの方にさ、アイテム落ちとったよね。なんか段の下から見えとったやつがあったけど。
お、野生のゴースが飛び出してきた。私のゴースはもうゴーストに進化したからね。ほら、この辺に。あったあった。危ない危ない、通り過ぎるとこやった。ダークボールを見つけた。よし。ほんで、ちょっともう一回上がっていくよ。その辺にはアイテム落ちてないか。ん？こっち側にもなんか、いけそうじゃない？あ、でもこっちからはいけんのか。ってことは別に何にもないんかな。何かしら落ちてそうな気が、あ、なんか向こう抜けていけるんか。なるほどね。ああ、いけない。お得な掲示板。ポケモン勝負の時、ポケモンのアイコンをタッチすれば、勝負の状況について詳しい情報を確認できます。なんだそれ。初めて聞いた。お？バッドガールって怖そうでしょ。親しみやすくバッちゃんとお呼びください。何の話ですか？誰バッちゃん？バッドガールのマリカが勝負を仕掛けてきた。あれ？え、てか君あれだよね。その格好、スカルダンでしょ？え、口元を隠してないだけのスカルダンの下っ端でしょ？ね、なんか普通な感じでさらっと出てきとるけど。んー、これはもうアシュレーヌで。あ、ちょっと待ってね。アシュレーヌで、バブル光線行ってきますか。うわ、なんかすげえ不気味。いけー。ん、さっきのやつはどういう効果やったん？普通に攻撃やったんかな。お、ニャースがレベル25に上がった。新しく挑発を覚えたい。挑発ってどんなやつ？相手の攻撃力上がるんやないん？ほらー、いや、それはちょっといいかな。覚えるのは諦めるわ。あなた、沈着冷静なタイプでしょうか？かもしれない。てかほらほら、普通にスカルダの下っ端でしょうよ。こういう派手なルックス、丁寧な口調、相手を惑わせて混乱させているのです。口元を隠してないだけの、認めなさいよ。お、野生のズバット、こんなところにも。やっぱ近くに洞窟があったらそういうことになるんかな。ほい、そしてここの道具、呪いのお札を見つけた。お、なんかさっきはさっきで清めのお札があったけど、こっちは呪いのお札。両方が。え、さっきの清めのお札やったよね。違ったかな。私のことやけん全然違うこと言えるかもしれん。この先は何かしらありそうやけど、アーカラ島の外れ、外れに来ちったんだけど。うお、なんだなんだ。お、いきなりのデカグース。お、なんか人が、釣り人。釣れると思って釣ってみる。勝てると思って戦ってみる。まあ、負けると思って勝負を挑む人はおらんよね。釣り人の長寿が勝負を仕掛けてきた。長寿って聞いたらナルトが思い浮かぶんだけど。秋道長寿。お、人出まん。なんかみんなの投げるさ、ボールにもすごい注目してしまう。何ボールに入れとったやろ。ルアーボールかな。なんかそんなボールあったよね。あ、よし、ここでピカチュウの出番だ。おいでピカチュウ、相手は人デマンだよ。人デマンってなんかさ、そのまんますぎる名前やし、なんかあれよね、よく考えたら別に可愛くないんよね。よく考えんでもそうなんかな。でもスターミンは結構好きなんやけどな。え、今の効果抜群じゃなかった？まさかの？ほらほら、ほっぺスリスリだよ。ほら、え、人手マンって水タイプじゃない？今までずっと水タイプやと思っとったんやけど、違うの？よし、Z パワー使ってやるわ。使える技がないんですけど。あ、技。使える技忘れさせてるー。なんてことだよ、チュリネおいで。でも水じゃないってことは、チュリネでもダメなんかな。
え、一体何タイプですか、ヒトデマン。え、昔水タイプやったよね、確か。いけ、マジカルリーフ。どうよ。ほら、効果今一つや。なぜ？なぜなの？おし、ここで。え、確か草 Z 持っとったよね。おお。いくよ、初めての。なんかいろんな技あったよ、今。ねえ。え、草 Z はいろんなのがあるの？おし、いくよ、チェリね。全力の Z 技。ブルームシャインエクストラ。おー、なんかいいね。あれねね、私の動きあった動き。え、なんかなかった気がしたんだけど、気のせいかな。効果は今一つだけど、それでもやっつけれたから。ってことはなんかチュリネの、お、ピカチュウがレベル31。チュリネのさ、草 Z いろんなの使いたいね。いや、ポケモンそのまんまでいいよ。ギャラドスはあれでしょ？やっぱり水タイプでしょ？なんかギャラドスちっちゃいな。ギャラドスってあんなもん？ちっちゃくね？あ、そっか、もう Z 技は一回限りやもんね。おし、行くぞ。ほら、なんかすごいちっちゃいやん。いけ、ギガドレイン。ん？効果抜群とか何にもならんや。どういうことやねん。どういうことやねん。さあ来い、マジカルリーフ。え、ギャラドスも水タイプじゃないの？え、もしかしてドラゴンタイプだけとかになっとる？なんかいろいろ変わりすぎじゃね？どう考えても水やろ。人手間だってどう考えても水やろ。え、人手間は何タイプ？エスパー？エスパーじゃないか。わからねえ。おし、なんかみんな結構さ、勝てると思うだけで勝てたらいいのにな。まあ、そう。それは理想すぎるね。釣れると思って釣ってみる。釣れると信じて釣ってみる。同じようで違うんだよな。信じなきゃ。お、技マシン28、吸血を見つけた。おーし。あ、こんなんかおるよ。さあ、釣れるか。釣れないらしい。あっという間に釣れないらしいよ。お、空手王じゃないの。背後にいたのに気配で気づいた。おはようございます。縮めて押す。いや違う、その略ではない。空手王の剣士が勝負を仕掛けてきた。さあ来い。あー、でも今月光河がおらんけんさ、ちょっときついな。翼で打つがないんよね。さあ行け、アシュレーヌ。さあ、じゃあもう、あ、チャーンボイスがいけるやん。フェアリーも聞くのね。行け、フェアリーボイス。イエーイ、効果抜群。よし、もう一回チャーンボイス。あ、回復するかと思ったけどせんかったね。イエーイ。チャームボイスとかいう技にやられたくないよね。あ、カビゴンがレベル33。新しく寝言を覚えたい。寝言って寝よるときにも攻撃ができるってやつやろ。自分が覚えている技のうちどれか一つを繰り出す。あ、違うやん。自分が寝ているときだけ使える。寝てるときにも技が使えるっていうのは結構いいことやとは思うんやけど、とりあえず、とりあえずね。でも、ほら、技思い出しとかおるやん。相手してくれてありがとう。縮めて、会う。会うって言われても。何よ、それって感じ。お、不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。これは集めたらどうなるん？なんか、一匹のでっかい、お、この先はなんだ？一匹のでっかいモンスターになるとか、命の遺跡。ここって多分後から来る場所じゃないかな。カプテテフとか現れそうじゃない？ほら、絶対そうやん。あ、なんかすごいちっこくなった、私。大きくて重たそうな岩。
パズルっぽいね。パズル要素やこれ。ちょっと待ってね。それじゃあとりあえず町へ向かおう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。